はい、皆さんこんにちは、タートルです。いや、皆さんね、ご無沙汰しております。いや、全然ね、動画が上げれてませんでした。ということで、今回は久々にですね、太ももの前側、いろいろスクワットとかいろんな足のトレーニングしても太ももの前がね、張りやすい女性って意外とね、多いんですよね。んで、結構スクワットとかしても太ももの前ばっかり効いてしまって、太ももの前がね、張って筋肉質な足になってしまって、でトレーニングをね、やめてしまうっていう人もね、実はね、多いんですよね。なので今回、太ももの前に力が入りやすい人でも太ももの裏に効かすトレーニング方法を紹介しようと思います。で、今回必要とするのはこれです。普通のまあこれは 1.5 キロですが、まあ、1キロとかでもね、全然できますんで、ぜひね、太ももが気になる女性はやってみてください。じゃあ行きましょう。はい、そしたらですね、重りを両手で持って気をつけします。で、足の幅は肩幅ですね。で、この状態で上半身は前に倒れます。で、右足今度後ろに上げてですね、ここからついてる左足の膝を少しずつ上げていって、太ももの裏に力が入ったところで止まります。はい、ここで5秒、1、2、3、4、5。で、今度反対に変えます。膝をまず曲げてバランス取りながら、手は前に下ろして、後ろの足を上げて、曲げてる足をゆっくり伸ばしていきながら、太ももの前の力が抜けて、ももの裏側に力が入ったところで止まります。1、2、3、4、5。はい、反対いきます。足の裏の力はつま先とかかと半々ぐらいですね。つま先になりすぎると前に力が入りますし、かかとが後ろに力が入ってしまうと逆にストレッチになってしまってももに力入らないんで、足の裏全体で床を踏む感じです。一回膝を曲げて足を上げて、膝をゆっくり伸ばしていきながら、ももの裏に力が入ったらそこでキープ。1、2、3、4、5。また反対いきましょう。膝まず曲げて、ゆっくり膝を伸ばしながら、ももの裏が力入るとストップ。1、2、3、4、5。はい、今みたいな感じでですね、この重りを少しやっぱりね、重りがあった方がいいです。で、腰が悪い方は前傾姿勢になると腰少し痛くなるんで、まあ痛くない方は重りを使って、痛い方はね、重りなしでもいいです。で、しっかりね、ももの裏に力が入ったところでキープ。膝をゆっくり伸ばしてですね、伸ばして、例えば全部伸ばしちゃうとストレッチになっちゃうので、少し曲がった状態でキープです。だいたい5秒っていうのをですね、交互にやっていきましょう。だいたいまあこれ3セットじゃ少し少ないんで、まあ5から10セット5秒キープを5セットから10セットを行うと、太ももの裏がですね、しっかり力が入って、太ももの前側っていうのは力が落ちてですね、綺麗なムキッとしてない足になってきますんで、ぜひ頑張ってみてください。またコメント、例えばこういう動画作ってくださいとかね、何かあればコメントください。参考になった方はグッド、知ってたよって方はバッドでよろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。タートルでした。